こんにちは、伊藤桃です。今日は私の最近のハイブランドの購入品を紹介していきたいと思います。見てください、髪色変えました。紫、紫っぽくして秋みたいな感じにしました。どうでしょうか。はい、では紹介していきたいと思います。シャネルとディオールを今回は買ったんですけど、この洋袋かな、あるのは袋ではないんですけどはい、ではまずはディオールで買ったものを紹介します。アクセサリーを買いました。ブレスレットです。こんな感じですね。なんかパールがついてて、まあ、なんかブレスレットつけるだけで結構華やかに見えるじゃないですか。これとお揃いの、ネックレスを買いました。私アクセサリー最近全然買ってなくて、安い可愛いやつを買ったんですけど、ほぼ壊れちゃったので、なんか長く使えそうなものを買ったんですけど、ディオールのネックレスと、ブレスレットを買いました。これ可愛くない？めちゃくちゃ。超可愛くない？こんな感じにすればめちゃくちゃ可愛い。でやっぱなんかセットで買ったので、なんか2つつけるともっと可愛くなりますディオールのアクセサリーを久しぶりに買った。てか本当に最近物欲がなさすぎて、なんか何も買わなかったんですけど、夏何買ったっけ、夏高いのちょっと高めで言ったらセリーヌのバッグぐらいで全然買ってなかった。なんかその節約しようと思ってて、なんか私タクシーも今乗ってないんですよ、全然。なんか夜中とかは乗るけど、最近は電車を乗るようにしてて。続いて、シャネルのアクセサリー、ピアスを2つ買ったので、ご紹介します。こんな感じでーす。まず1つ目が、このピアス。じゃーん。可愛くないな、黒のピアス持ってなくて、だいたいなんかシルバーかゴールドなんですけど、ちょっとたまにはいいかなと思って買ってみました。シャネルのピアスはこれで3つ目とかしか持ってなくて、なんか全然本当にアクセサリーはほぼ仕事の方からのもらい物とかが多かったので、自分で買ったのは本当に初めてぐらいのレベルですね。はい、続いて、これはなんかねちょっとシンプルな感じの、これ超使える。でもなんか私のアパレルブランドの撮影があって、それに合わせて買わなきゃと思って、小物とかは結構自分のものが多くて、アクセサリーとかは。でその AW の撮影に合わせて、このアクセサリーたちを買いました。これ可愛くない？めちゃめちゃ使える。いやなんか夏なんで私が買わなかったかっていうと、実は買ってたんですよ本当は。なんかバイマってアプリよく使ってて、なんかシャネルのカゴバッグみたいな、夏ほんと6月ぐらいに、なんかカゴバッグのなんかピンクが入ってるやつかなと、バレンティノのなんかバッグを買ったんですけど、なんか在庫がなくてカードから引き落とされてたんですけど、なんか返品になりますみたいな言われて、返金が9月の末になるみたいな言われたから、その夏は買い物やめとこうと思って、多分そのセリーヌのバッグ1個しか買ってなくて、でも本当にもう最近なんか何も買ってなすぎて、もうずっとうずうずしてたんだよね、めちゃくちゃ。続いてスカーフ、ちょっと出したらシワクシャになっちゃったんですけど、可愛くない？めっちゃ。これはなんかポニーテールとかになんかリボンとかで結んでも可愛いし、バッグにつけても可愛いやつ。可愛くない？これ、これはなんか店員さんにアクセサリーの後におすすめされて、押されて買っちゃいました。なんか押されて買っちゃうのね、結構私。なんだっけ、お洋服のさ、お店とか行っても、なんかこれとこれすごい合うし、みたいな。なんか店員さんに、これとこれ合うし、お客様これもお似合いですよ、みたいな。本当ですか？とか言って買っちゃうタイプなんで。でもその後に結構ボンボンまたピアスとかいろいろ出してきたんですけど、それは断りました、さすがに続いてはバッグ、シャネルの、あ、これはめちゃくちゃ欲しかったやつなんで見てほしい。2つとも、これは何が入ってるでしょうか。これはちょっと私がめちゃくちゃ欲しかったチェーンウォレットです。じゃん。めっちゃ可愛くない？これ見て、これこんな感じ、こうなんかめちゃくちゃちっちゃいんですよ。超ちっちゃいんだけど、なんか最近の私が見てる
サイボーグの子たちがめっちゃちっちゃいバッグ、もう意味わかんないぐらいこの何入るのみたいな感じのなんかチェーンウォレットを持ってて、なんかめちゃくちゃ欲しいなと思ってて、これ中がね全然入んないんですよマジで。こう多分カードとパスモとリップ入るかな、リップ入ったらボコってなりそうじゃない、鍵とか、マジ多分何も入んない、マジでマジで入らないです。これはまあなんかファッションみたいな感じかな、まあ、なんかちょっとシンプルな服装にもなんかこれ肩にかけるだけでなんか結構イケてる風に見えるかなと思って、でめっちゃお気に入り、色はグレーです、かわいい。これはもうなんかすごい念願って感じですね。で最後にこの大きいバッグを紹介していきます。でこれねインスタにねさっきのちっちゃいのと載せちゃったんですけど、2つとも、いやめちゃくちゃ欲しかったやつ、じゃん、これが一番高かったです。53万円ぐらいしましたね。なんか私が買ったバッグの中でシャネルのバッグがそのなんか大きいトートみたいなやつ持ってるんですけど、それも多分50万ぐらいで、この50万ぐらいでもこの子たちが一番高いです。いやもうマジで可愛くない？じゃこれなんかショルダーにも使えるし、こうやってハンドバッグしても持って使えるし、まあ、これ黒ってやっぱ何でも合うし、まあ、その AW の撮影に使いたかったっていうのも結構あって買いましたね。しかも私意外と黒のバッグって本当に3年前ぐらいにもらったグッチのショルダーバッグ、ファンの方からもらったんですけど、グッチのショルダーバッグとあとなんかサンローランのちょっとカジュアル系のなんか大きいバッグがあるんですけど、それしか持ってなくて、綺麗めのなんかこういう高級感のあるバッグっていうのは持ってなかったので、ずっと欲しかったです。可愛くない？めっちゃ。はいって感じで、私の最近の購入品、総額でなんと100万円くらいしましたね。バッグが53万でしょ、でチェーンウォレットが、20万ぐらい、シャネルのピアス2つで、スカーフピアスは多分14万ぐらい、50万足す20万、70でしょ、100万超えてるわ、100万超えちゃったんですけど、まあ、私本当に夏まず何も買ってなかったので、お母さんにちょっとカードを返してもらってカードで買えました。いやめちゃくちゃ嬉しい。だから超もう全部可愛すぎて、アクセサリーも毎日つけてるし、バッグもめちゃくちゃ使ってますね。これ可愛くない？本当に可愛い、ガチで可愛い、全部可愛いと思った。こんなに一気に買うことマジでなくて、本当に多分めちゃくちゃ溜まってたんだなって思いますね。はい、では、最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。